VR 空間で行われる格ゲー喫茶格飯ってイベントが月2であるんですけど、浜村さんは 3D モデルもありますし、ご興味あったりしませんか？あー、そんなのあるんだ。格飯とはメタバース的な。なるほどな。俺あれなんですよ、その VR チャットとか VR 空間系のやつって私行ったことがないです。行ったことがないね、マジで。あんまりわかんない、そういうの。 VR 空間で行われる何かわからない。確かね、俺が前調べた時はアークさんとかも、アークさんの候補の人とかも、このなんか VR 空間のとこにいたような気がします。あんまりよくわかんない。まあなんかそうね。まあ、ちなみに、その、俺はね、あんまり VR 空間に行きたいわ、ん？じゃあ VR 空間に行きたいわけじゃ、行きたくないわけじゃないんだけど、このアバターの出来がね、相当良くないから、多分あんまり人前に出たくはないですね。このアバターの出来に自信がなさすぎるから、まあ、基本的に出たくはないな、という感じ。まあ、データ自体は普通に何でも使える Vloid フォーマットだから、まあ、何でも使えるんじゃないのとは思うけど、あれだよ、人に見せる、服がない、人に見せる服がないみたいなやつでしょ。まあでもなんかこういう何らかのチャット、 VR 空間だったり普通のディスコードでも何でもいいんだけど、ああいうので人と話したりするのって多分楽しいよね。だから、まあ、もし興味があったら調べてみてください。どういうものなのか俺知らないですけど、どういうものなのか分かんないですけど、まあ、興味があったら調べてみてくださいという感じで、人 3D モデルはねやっぱピンキリだからね。はい、そんな感じです。お便りいただきありがとうございます。